めて迷惑なんだよ。もう気づいちゃったんだ、ごまかしたけどご褒美はいらない、いらない、バカにしないで、ちゃんと話してほしいの。そんな奴がいていいんじゃない、こんな広い世界。一人で真っ赤な太陽が沈んでいくところ中みたいになってさ、今の願いわかる人がいないんだ。一人で何でもできるようになれる人生、面白い予感がするからね、いつかすごいことが起こるよ。答えないから急に焦げ、子供子供私よりずっと、さあマニュアルはどこ、読まないけどね、受け取ればお利口お利口、楽なもんだ。本心が音が起こる。